北海道五国神社は、北海道を旭川市に鎮座する五国神社。北海道、カラフト関係の戦没者等の国事殉難者を祀る。北海道召魂者を経て、昭和14年4月から北海道五国神社となる。母神戦争から大東亜戦争に至る国事殉難者が祀られ、祭神は63,141柱に及ぶ。第七師団長。 大阪直都市陸軍中将を祭祀として、明治35年5月5日6日の両日第1回召喚祭を取り行ったのが始まりで、後に神社はこの年を神社創始の年と定める。その後、明治43年6月第7師団長、上原祐作中将と北海道庁長官、川島厚氏の連名によって商喚者建設願いを提出、提出先は、 北海道庁長官で、直ちに建設と、相なり、明治45年5月建設工事が終わる。同年6月4日、落成式を挙行し、翌5日6日の両日例大祭を執行する。大正5年9月16日、それまで第7次第管理召婚者であったものを、北海道召喚状と改める。昭和9年6月1日に、 杉原美代太郎中将と北海道庁長官佐盟、新一ほか68名の連名にで、北海道召婚者創立を内務省に願い出る。昭和10年4月26日内務大臣により許可が下り社号を変え、同年6月4日に、北海道召婚者工事春行報告祭及び、鎮座祭を執り行う。同年9月5日に、北海道召婚者創立届を、 北海道庁長官へ提出する。昭和14年4月1日内無償令により、指定五国神社とされ、北海道五国神社と解消する。昭和19年5月5日に、カラフト五国神社が創建されるのに伴い、合詞者範囲変更となる。この乾燥詞以来大正11年7月15日に、昭和天皇が摂政宮として五詩により代配され、 天皇の昭和11年行行にあたっては、再資料の奉納があった。昭和13年5月15日火曜宮、常範王妃が参拝され、昭和17年10月18日には、梨本宮織正王妃が、翌昭和18年6月19日に、李王銀妃、李公妃が参拝される。終戦を経て連合国軍、最高司令官総司令部による国家新党、 神社神道に対する政府の保障、支援、保全、監督並みに交付の廃止に関する件、いわゆる神道指令によって、北海道五国神社は元より全国の五国神社が存亡の危機にさらされる。連合国側が言うには、五国神社は国民を欺き、侵略戦争に誘導するために意図された、軍国主義的並びに過激なる、 国家主義的宣伝に利用された疑いが濃厚とのことであった。GHQ は、五穀神社を監視対象とし、昭和21年2月2日直令第71号、及び昭和21年内務省令第5号によって、既存の神社は等しく宗教法人へ移行することとなり、神社は政府、自治体からの援助を受けられなくなってしまった。 神社は GHQ の目をそらすため、昭和21年10月11日から社号を単に北海道神社と称する。講和条約締結の運びとなった昭和26年に救命に服し、北海道五国神社と改める。昭和29年3月20日に高松宮信人新郎が同年8月22日に三笠宮高人新郎が参拝される。 昭和33年3月29日に、単立宗教法人となる。昭和38年7月12日に、吉野宮正人新郎が参拝。翌昭和39年6月28日に、秩父宮妃が参拝する。昭和43年6月14日には、昭和天皇、皇后が共に心配、参拝された。同年12月29日には、それまで、 北陳神社として別にあったものを、北陳安全神社として、五国神社内に先座することとなったため、同日先座祭を執行する。昭和45年8月4日、安国神社宮寺筑波藤丸が参拝する。ありがとうございます。